南海トラフ巨大地震で津波による深刻な被害が予測されている地域の今をお伝えしているシリーズです。十回目の今日は小松島市の金磯町です。紀伊水道に面する小松島市は漁業や農業が盛んな町です。およそ一万七千世帯、三万八千人が暮らしていて。その三割以上が六十五歳以上の高齢者です。県の想定によりますと。 南海トラフ巨大地震で津波が到達するのは、小松島市本港奥で地震発生から41分後、最大波は5.5メートルに達し、人口が集中する平野部の大半が浸水すると予測されています。海沿いの金井祖町にはおよそ2600人が暮らしています。こちらでは広い範囲で、 2メートルから5メートルの浸水が想定されていて全域が避難対象地域ですしかし町内に避難場所となる高い建物は少なく高台もありませんやっぱり水やねここはみんな低いところやけんね津波のこさって実感がないでしょうまだだからもう怖いなとは思うんやけど どんなふうにして逃げていいかちょっと市が指定する避難場所は雨水ポンプ場など地区内に4カ所ありますしかし全て合わせても住民のおよそ2割にあたる人数しか収容できませんまた地盤が軟弱で液状化の危険性が高いことなどから市は地区外への避難を呼びかけていますこちらが市が指定する避難目標地点です 西側の高台までは1キロから2キロ程度あり橋や踏切を渡る必要があります一方南にある赤石山は比較的距離は近いですがこちらも橋や踏切を横断する必要があり交通が集中しやすいことが懸念されていますこの日、金磯南地区の自主防災会のメンバーに 避難場所の一つである赤石山まで案内してもらいました住民の4人に1人が65歳以上の高齢者という家内イソ地区自主防災会ではこれまで市に対して安全な避難場所の整備を求める要望活動を行ってきましたし年寄りが登るのには急な急,急な数も必要けれども僕に言わしたら質の問題な 丘なはね斜面がもう少しこう穏やかにしてあげてお年寄りの方も十分登れるような。市は2012年から2度にわたって山へ登る階段を整備しました。しかし整備された階段は途中で途切れています。そしてこの先整備されていない道を進むと開けた場所に到着しました。 大規模なものが例えばこんなんちょっとこう整備したらいけるんちゃうかなと思うけどね今要望しそうはとにかく高いところにとにかく一時的に逃げれるところっていうことやからあのここを大規模にしてくれとかこういうんでなしにできること最低限できることだけをやってほしいなっていう要望 避難場所へのの数々の課題は残りますが津波に対する住民一人一人の意識が大切であると自主防災会の松下さんは話しますいつ来るか分からんし時間帯もいつか分からんしだけど最低限逃げる場所ぐらいは頭の中に入れとって例えばここだったらここに月に1遍とか半年に1遍ぐらい歩いてくるのも一つのそしたらやっぱりこう意識の向上になると思うし。 スタジオにはいつものように徳島大学環境防災研究センターの中野進教授にお越しいただいています先生よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたしますまずは南海トラフ巨大地震におけます津波のシミュレーションを見ていただきましょう、はい、小松島市のあたりですがここが金磯町です地震発生から20分が過ぎました第一波到達が41分後ということなんですけれども先生解説をお願いしますはい これですね。津波が40分過ぎで、えー、到達するんですが、一気にですね、えー、金奈イス地区全部が水没してしまうわけですよね。はい、あのこれ水全部が水没するっていうのはやっぱり全体が低いということをね、よく表してますよね。そうですね。はい。マノグ。はい。でかつてはあの金奈イス神殿と呼ばれていた地区でございましてね。えー、であの昭和南海地震の時にはあのまあ地盤沈下してですね、全域があの海に没すと。 まあ、そういった地区でもありますねいわゆる液状化,、はい、液,状化も液状化がひどく起こったというところでですすねああそうなんですか、はいまあ、津波の被害を大きく受けやすい地域であるということがあると思うんですけれども、はい、先生あの、ここの地域はです、ねまあ、地形としてはもうとにかく見てみますともう海が迫っているし、えー、しかも標高が低いといととうことですね、はい、ちょうど湾奥に位置してますのでね。はい まあ、津波がここへ来て、そこであの、ええ、低いところに水がた,たまるということですよね。うん、多分、瓦礫もたくさん堆積すると思いますね。 ああそういう状況ですね。はい、そして避難場所なんですけれども、えー、この緑で示したところが避難場所という形ですね。かなりその地区内にはポンプ場ですね。はここがポンプ場ですね。はいこういった屋上などに避難していくようにという話なんですが。はい、あとはあのまあ津波避難ビルだと思うんですけれどもね、えー、たくさんの方が避難できないというのがね一番の問題ですよね。はいうん、で一方であのこのまあ西の方の山とかですね、南の方の山に行くわけですが。はい やはりこういったところ液状化の被害もありますしですね。えー、ここねまああとはあのまあ道路とかのまああのそうです、ね、ところがありますしね。ここなかなかこう向こうまでは到達できないという感じがしますね。指摘がありました、ね。ここに橋がかかっている。はいはい、それから鉄道も走っているということでしたね。えーえーえー、まああの橋はやっぱり自身の後不安ですしね。えー、あの本当にここのあの登山道まで上がれるあの到達できるかどうかも非常にあのまあ。 あの安心でできないところですねそしてあの、まあ、一つ避難の目標としているのがこの赤石山ですね、はい、山はあるんですけれども、まあ、さっきから言いますように、えー、これが橋が歩いいということと急旬、はい、だというふうに地元の方はおっしゃっていました。 土砂災害警戒区域の方ですね。警戒区域とですね、赤いところは特別警戒区域ということで、まあおそらくあの南海トラフ地震の時はですね、山が崩れているということも考えられますね。これ雨が降らなくても地震によってですね、山崩れが起きるという可能性もあるわけですね。考えてもですね、非常に厳しい避難場所ということで、避難環境非常に厳しいですね。厳しいところですね。住民の方はどういうふうにしたらいいのか。あの市にですね、取材をしてみましたら。 まあ、とにかく地区外に逃げるようにであの、はい、ハード面は整備はです、ね、お金の方もかかってしまうし予算的に厳しいので、うんうん、何とかソフト面でしてもらえないかという話やっぱりです、ねはい、地区外といってもです、ねえー、避難場所が、まあ、ある程度距離が離れていたりです、ねえー、それまで行く間の障害もたくさんあります、で例えばこの赤石山のケースのようにです、ね、避難場所自体も安全じゃないということでございますのでやっぱりあの地区内にしっかりした避難場所を作ってもらう。 これがないとですね、安心して避難訓練もできないというところですよね。ねまあ住民の努力によって、アイデアによってというのは限界がありますから。はい。やはりハード的にですね、津波避難タワーのようなものをね、うん、ぜひ作っていただきたいとまあ、思っておりますえ。今日は小松島市のカナイ地区について、えー、徳島大学の中野進教授とお伝えしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。